うんざりだ。ああもう落ち着け。いやだ、指図しないでくれ。もうお断りだ。クソ、聞いてるのか。対空砲は3本だ。3本ここなら安全だ。安全か。はあ、あんたを見つけて以来危険ばかりだ。俺が見つけなきゃあんたは今もあそこにいた。俺は帰るつもりだったのに。敵を止めないと帰る場所がなくなるぞ。いつもそれだ。人も武器も足りないってのに。あそこでコンドルを見たんだ。まだ動くスリップスペース機関を探すとしますよ。そんであんたの戦争が終わり次第おさらばだ。ここにいろ。ちょっと、ちょっと、俺に探しに行くかなと。対空砲が先だ。戻ったら確かめよう。一緒に。わかりました。昇降用の重力リフトを起動させて。
ちへ行く。重力リフト起動、対空砲を停止させましょう。セットして片付けてあげる。お粗末すぎて笑える。わかった。それじゃ少し待ってて。UNSC が敗北しており数ヶ月、人間どもチリチリになり、そしてカラーに滅るんだ。俺によって実に歯応えのある相手だった。我々は常に一歩先を行っているのだ。リングはすでに我らの支配下にある。バニシと我らの目的は同じだ。我々は共に戦うのだ。アトリオックスの意志を果たせんがために。だが、ラクスリの戦いに俺は飽きていた。挑むべき敵もなく、将軍に現れたのがお前だ。後々まで語り継がれることになる。真の試練だ。魂を燃やせ、スパルタ。死力を尽くせ。戦え。それでオーディトリウムとは何だ。知ってると思ったんだけどな。私はまだ新人よ。よし、完了。目的は同じ。リングは最近。でもなぜ？奴らも帰りたいからとか。ずっとそうしてろ。爆死させてやる。待ち伏せだ。人間だ。大台を。人間無理だ。俺は降りる。疲れるぞ。プラズマを投げる。
料理ね。ここで言う料理ってのは、行くぞ。任せて。また閉鎖されるかもしれないけど、心配しないでね。その前に出ていくから。生き残っているスパルタンは何人だ？お前は知っているか？ラコニアステーションには50人がいた。もっとかもしれん。だが死んだ。お前は感じないのか？悲しくはないのか？アトリオックスはかつてなく優れた兵士だった。彼は犠牲とその必要性をよく理解していた。彼との思い出は俺の誇りだ。敵が現れたならば我らは受けて立つ。
だからこそアトリオックスの手を結成したのだ。宇宙で最も強く残酷で何より最も無駄のない殺戮者。俺はそれをさらに鍛え上げた。我がスパルタンキラーがお前を殺す。覚悟しておくのだな。スパルタンキラー、本当に？ずいぶん人気なのね。こっちは終わり、そっちの番。死んでいるのを確認したスパルタン。つなげ。スパルタン。スパルタン。聞こえてるはずだ。お前は名誉のために死ぬ。死ねまい。人間は弱く、臆病だ。アーマーを砕き、引きずり出してやるぞ。スパルタンをやるのは初めてじゃないが。今までで一番愉快だ。スパルタンキラーを差し向けるってチーフ、もう無茶苦茶だ。まともじゃない。さっさと逃げないと。待機してる。手遅れになったらチーフのせいだ。恨みますよ。
やれやれ、確かめないとな。今回はついてた。次はどうなるだろうな。敵を排除。射撃開始。中の精鋭の実力を見せてやろうぜ。声を出して石膏がいるかもしれないわ。ここで降りる。バカだ。石膏を許すよ。それで最後よ。じゃあ停止します。来ない？エスカラムは。ちょっとがっかりだわ。あと少し。オーケー、ペリカンに戻りましょう。完了。展開。チーフ、どこですか？動くな。今向かっている。すみません、それは無理です。シグナルをロスト。スパルタンキラーに見つかったら。そうはならない。
なぜそう言えるの？俺を倒すことはできないからだ。チョッパーが見える？あれがスパルタンキラーってやつ。もう一人いるわ。残骸の上よ。やつらを止めなきゃ。
楽勝じゃなかったみたいね。敵が新手を投入したらどうするの？させておけ。エコー216。反応なし。でも、よし。通信は途絶えたままだけど、遠隔操作で追跡ビーコンを作動させたの。彼は、まさか、UNSC の船の墓場にいるわ。無事だといいけど。グレネードが行くぞ。あれ何？ミュル三の級フリゲート艦。モータルレベリーと思われます。このリングで人暴れするには拠点がいるわ。悪い場所だけど隠れ家にはなる。守るのに追いつけよう。バニシュとの気配もなし。うまくいきそうね。付近にスパルタンは？スパルタン、グリフィンがいますが、信号が微弱になっています。手短に済ませるわ。つまり攻撃地点を見つけてもらうわ。けだものめ。違う、俺の見間違いじゃなかった。移動するぞ。3機コンドルが3機。1機でも珍しいのに3機。奇跡だ。迂闊だった。完全にバラされてる。スリップスペース期間もない。時間がない。向こうにもう1機。大破して地面に大穴ができてるけど、あと1機向こうに。あれもだ。完全に壊されている。ただのスクラップだ。おい、いい。何がです？諦めるぞ。俺は絶対に帰るんだ。あそこへ絶対。ただのガラクタだ。違う、俺はあんたじゃない。俺はパイロットじゃない。海兵隊でも兵士でもない。ふりをしてたんだ。ペリカンもそうだ。盗んだんだ。わかりますか？わかりっこない。心から怯えた人間が何をするかなんて。俺はクズだ。ゴビと一緒にここに置いてってくれ。誰でも間違いは犯す。誤たない者はいない。それが人間だ。そうは言いますけど、あなたも失敗を。俺はコルタナを守り、間違いを防ぐべきだった。二度目はない。お前は俺が守る。チーフだ。大丈夫よ、きっと。これが精一杯ですが。それで十分だ。バニシュとのど真ん中を突っ切る以外帰還の道はない。力を。これなら治せる。一緒に。もちろんです。
一緒に。で、計画はきっと危険で、下手すりゃ命を落とすようなやつなんでしょう。いいですとも。やりましょう。お前は制御を失いつつある。そんなことはない。軍の投入を彼に差し向けよ。いや、数でどうにかなるやつではない。彼は一人ではない。他にも誰かがいる。リングにつながり彼を助けている者が。何者だ。とても儚い。だが高い知性を持っているようだ。それが弱点か。そこをつけと。試してみよう。リフォーメーションはこの戦闘から制御されている。絶対に守らなければ。よかろう。アトリオックスがお前にかけていた期待を裏切るなよ。エンドレスは見出され、お前はリングを手に入れる。そうなればお前が私の価値や自分の判断を疑うことは二度とない。酔いが強まっている。力を温存すべきだ。ひと働きしてもらうぞ、古き友よ。何なりと。マスターチーフを連れてこい。殺すな。はい。